じゃあね、次11番から、15番いってみますね。これはですね、このからこの4弦ルートのまでをね、間を埋めちゃうという、普通はこういうところは全部間を埋めて、で半音でつなぐことを1フレットずつでつなぐことをクロマチックって言ったりしますね。はい、そしたら次移動してこの隣のポジションでも同じです。2弦は1個ずれます。ごめんなさい、感じになります。ここで5弦からタララタララ、4弦からタララタララ、そしたら次3弦からタララタララ、で最後にダッとまとめますね。これリズムの取り方は6連符ですので、6連符が3つずつタタタタタタってなってる時は1とで取ります。2と3とタタですね。1と2と3とタタと綺麗に弾けると思います。では12番ですね。これはこの4弦ルートのこのポジションに行っていきなり6から入ります。でナチュラルサードが入ります。ここまで来たら同じ3、4、5、この4、5、6、5、6だというね、このクロマチックをね、こう半音ずつ上げていくフレーズで、ここで移動したところでね、ここのポジションのフレーズです。それでそのままこのセブンスノートをルートまで上品にします。なります。というフレーズです。じゃあ13番、これはここのねホームポジションとも呼べるこのポジションで覚えていてほしい動きですね。まず3弦と2弦をこう2本押さえて、それをその4弦に、4弦のルートです。4弦のルートに。で、この13はナチュラルサードになってますね。で、その薬指をそのまま寝かすわけです。いいですね。ここで4弦押さえたらその薬指をそのまま寝かして、2本弾くと、ここに6、2弦のね、14の6が入ったことになります。で、それをそのまままた、この4弦のルートに戻して、先ほどと同じこのナチュラルサード入れて、終わらせます。フレーズですが、タイミングは、頭拍がまたないので、つってね、あれ、ごめんなさい、今、椅子がなっちゃいました。つってね、リズムをとって、つって、フレーズになります。つたらた、たばたらだったです。はい。で、次、14番。これはですね、このね、いつものポジションの、この、2フレット下、ここから入る。こちらのポジションから入ってすぐに、つたらたって上がりますね。これは有名な上がり方。つたらたたらたら、そして人差し指、薬指だけで弾けるわけです。なんですが、たららたまして、次、この薬指が上げたら、ここで人差し指寄せちゃってください。これで、たらたたら。まず薬指で上げるわけです。で、ハンマリングまでしたら、次の弦、3弦で、たらら返して、1回ルートを収めます。で、また3弦戻って、これ14、16と上がって、この15行くんですが、これをね、薬指に入って人差し指でもいいですし、この14、まず中指で弾いちゃう。で、この15にて、行くのが一番いいかな。まず中指で上がって人差し指にする。薬指で普通に上がって人差し指でこう移動する。こんな感じでも、どちらでもいいです。多分今弾いた感じだと中指でこう上がるのが一番いいんじゃないかなと思いますね。つなげまーす。タラタラ。なりますね。これ上がり方をね、いろいろ覚えておくと、華やかなソロが弾けると思いますので、ぜひ覚えてください。つタラタラ。はい。で、次15番ですね。これは先ほどのこのね、この
まり使わないポジションかもしれないんですが、僕は2弦のルートで、だから BB キングなんかよく使うポジションです。これを15番として弾きますね。こういう風に作ったんですが、で次は歌ら、普通はこれ18ですから、あ、同じ18、普通は8フレットですからね、フラッツサードのところナインスから、これはねハーフチョーキングあたりでいいと思います。そして、5 7 5 8 5、これをダね、ラララナインスで普通の8、先はこれを半音チョーキングで上げて下ろしました。そこ7フレットを今度はハンマリングでパララっていきます。で本来スケールの音の8を弾きます。でもう1フレット上げて、これで、ナチュラルサード、明るい音になるわけですね。そこまで弾いたらこちらのポジションの、ね、の中のルートに収めるわけですね。ハーフフレーズですね。タッタッ、まだ8ビートで、また16の頭がなくて、ツッタ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 ッ1 2 3 4 5 12番はこのポジションで、うたらたで、で14番上がっていきます。で最後15番、こんな感じのフレーズですね。はい、というのが11番から15番でしたね。かなり多いですがね、譜面がついてるので、そちらを参考にしながらね、練習していただければと思います。いつも話してるね、プラスアルファのサードとかシックスとかナインスとか、あ、ね、ブルーノートとかね、そういうのも、書き込んでありますので、ぜひ参考にしてください。では次にね、今度はロック編のね、4になると思いますけども、フレーズ集のこのメジャーペンタをね、少し使って弾いてみたいと思います。